皆さんこんにちは。本日はですね、2021年令和3年3月17日の水曜日です。今はですね、お昼過ぎなんですけども、今日は非常に天気が良くて、暖かいですね。暖かいというよりはなんかもう初夏のような感じです。今日はですね、今回、これが初めてということで、ちょっとね、僕の好きなこととかについてね、お話ししていこうと思います。僕のこのチャンネル名、たけし文学って言うんですけども、なんでたけし文学かっていうとですね、その通り、文学ですね。僕は文学がすごい好きなので、そのことについてちょっとお話ししていこうと思います。一言でね、文学って言ってもいろいろあるんですけども、僕は日本文学が好きです。その中でも小説とかではなくて、詩とかエッセイとかそういうのが好きなんですけども、僕のすごい好きな、大好きな詩人に、ここにあるんですけども、この中原中也、僕はこの人が、大好きです。中原中也をね、本当に好きになったのは20代前半、20歳とか21ぐらいの頃だったと思います。もちろんそれ以前から名前は知っていたんですけどもね、本当に、なんでですかね、なんで好きになったか今考えるとよくわかんないんですけど、いろいろとね、本読んだり、詩集を見たりね、しました。中原中也って人は30歳でこの世を去ってしまう。非常にね、早く亡くなってしまった方なんですけども、これですね、中原中也。皆さん中原中也って知ってますかね。このイメージですよね。やっぱり中原中也ちょっとこの帽子をかぶった、ね、ちょっとこっちを、哀愁漂う目で見ているという、このイメージだと思います。でね、中原中也を知るには僕はこの本を、このやっぱ20代の頃買ったんですけど、新潮日本文学アルバムっていうね、これいくつかシリーズになってるんですね。いろんな人のがあるんですけども、これを買いました。でね、これちょっと見てみるとですね、こんな感じでですね、パラパラっとめくると、こんな感じになっててですね、写真と、当時のね、中原中也の写真とかと、現在こうなってますよっていう写真と、こういう中原中也の生い立ちとかがですね、いろいろ書いてありまして、これね、非常にわかりやすくていい本だと思います。入門書としてはね、これは、僕はおすすめですね。僕これ見て中原中也のことをよく知りました。そんなにね、難しいことが書いてあるわけじゃないんでね、非常にいいものだと思います。ただこれね、買ったのがだいぶ前なんで、今、本屋さんに売ってるかどうかわかりません。わからないんですけどもね、もしね、興味がある方はこれ見て、あったら買ってみたらいいと思います。で、中原中也と詩ですけど、詩人なんですけどね。これが僕以前昔買った中原中也の詩集です。これが岩波文庫ですね。で、これが角川文庫の詩集です。皆さんが一番よく知っている中原中也の詩というと、ここにあるんですけども、多分これだと思いますね。この汚れちまった悲しみにっていう詩ですね。これ一番有名ですよね。汚れちまった悲しみに、今日も小雪の降りかかる。汚れちまった悲しみに、今日も風さえ吹きすぎるって続くんですけども。これですね。多分これが一番有名だと思います。皆さんもね、どっかで聞いたことあるんじゃないですかね。この人は30歳の若さでね、この世を去ってしまいます。戦前ですね。昭和13年に亡くなったんですけども。僕この人の生き方というか人生ね、好きで、本当大好きだったんですけどもね。当時僕は20代の頃ね、テレビでね、ドラマとかもやってたんですよ。フジテレビだったかな。三上博史さんがね、中原中也の役をやって、すごいね、このイメージそっくりだったんですけどもね。すごい大好きでしたね。実はね、うちはね、お袋も、若い時中原中也が大好きだったみたいで、親子で中原中也がファンという。山口県の出身の方なんですけどもね。地元に、その山口県に、中原中也記念館っていうところがありまして、僕は行ったことないんですけども、そこにもね、行ってみたいなっていうふうに思ってます。コロナが落ち着いたら行きたいなと思ってます。今ここにあるんですけどもね、緊急事態宣言21日解除よって出てます。1都3県。緊急事態宣言解除されたらね、旅行とかも行けるようになれば、そこにもね、ぜひ行ってみたいなっていうふうにね、思っています。
まあ今後もね、まあこんなような感じで、まあ僕の独り言ですね、これを聞いてもらえたらなと思います。まあ本来独り言なんてのはね、あんまり人に聞かせるものじゃないんですけども、まあそれをちょっと人に聞かせるような独り言をちょっとつぶやいていけたらなと思ってます。ではね、これからもね、よろしくお願いします。本日はね、最後までご視聴ありがとうございました。